2022年8月12日金曜日午後5時の日刊生放送。もうすぐ鐘が鳴ります。あ、時計が見えてないね。さあ、5時の時報。今日ははっきり聞こえましたね、5時の時報ね。はい、聞こえました、5時の時報でございます。さてですね、早速第1部に入っていきたいと思います。今日も背景にですね、新神を愛する神学講座、新神を愛する神学講座、これをですねなんか知んないけどディスプレイしてると。気になる人はぜひですね、ググってですね、Amazon で買うとか、図書館で借りるとかしてください。私の、まあ、おすすめ図書っていうことでございますね。大変素晴らしい本ですね。100年後に残ってる本だと思います。さて、そういうことなんですが、今日はね、この音楽が何とも言えないね、サブスクのストーリーブロックスっていうのに加入してて、のキーワードを検索窓に入れて、ポッと出すと、この音楽もそのキーワードのイメージのものをずらずらっと出してくれて、今日はね、星、お星様、スターって入れたら最初にこの音楽が出たわけですよ。スペースアンビエンスだって。スペースアンビエンスって何なんだろうね。まあそれはさておきね、ですから話題も話し柄もちょっとそういう感じのネタでね、宇宙から何者かがやってきたね。それが南米の方で話題になってまして、写真もあると。ところがそれを日本人が見ると、日本人は誰でもあれを連想するであろうと、そういう話題なんですよ。でそのね、問題の写真を早速見ていただきたい。でその問題のものっていうのはですね、メキシコに、まあ、落ちてきたわけ。でその謎物体の、落ちてきた物体の正体はね、依然として謎なんですよ。どういう目的で、どういう素性のものか、どういう作用をするものか、全くの謎トンチンカンな物質だけど、現実に落ちてきて、この木の上にですね、木の上にちょこんと乗った、それが話題になった。なんで話題になったかというと、まあ気象予報士で、テレビなんかに出てね、有名な人なんでしょうね。その人が話題にしたもんで、すごくこう全国的なネタになったっていうことみたいですね。うん。で早速ですね、その有名気象予報士がネタにしたんで話題になっちゃった、その宇宙からですね、降ってきた物体のですね、写真を見ていただきたいと思います。それがですね、こういう物体なのでございます。ポンポコポンと、これなんですね。これこう緑の、これあの木の葉っぱで、こう丸い物体でピュッと出てますでしょ。これ皆さん、これをまぶたに、焼き付けていただけましたでしょうか。これをパッと見た瞬間、何をあなたは想像なさったでしょうかね。私、日本人ならっていう枕言葉をつけたんですけど、で、この気象予想方士の名前がなんか、ルナさんとかってね、いう名前で、7月31日っていつや、2022年の7月31日ね、石泥かのルナ、有名な気象予報士が、空から謎の金属球が降ってきた
で写真もバンと載せたらすごい話題になった。あ、なんかあの地球を回ってる人工衛星とかの部品じゃねえかとかいろんな噂が出た。でそのルナさんはですね、硬質プラスチックか、各種金属の合金であるように見えるね。それから、他にも目撃者がいて、落ちる時に、落下音がした。落下音どんな音がしたんですかね。ヒューとかって音がしたんでしょうか。だけど炎のようなものは見えなかった。燃えるようなものではないってことね。燃え尽きないでこう丸いまま残ってみた。でルナさんがね、その後ちょっと変なおかしなストレンジなことを言い出して、この物体はね、いろいろと放射線とか出してるかもしれないから乱れに触らない方がいいよって。それはまあいいんですけど、球体からコードが一本伸びておりね、開封できそうな穴やスリットの類はないね。穴やスリットの類はないタイマーが仕込まれており、しかるべき時が来れば自動的に開き、内部で保管された貴重な情報を開示する、そういう可能性かと。こう有名うちあの気象予報士がねバンと言っちゃったわけですよ。謎の物体なのになんでそれがわかるのか。だからちょっと妄想が湧いちゃったんですかね。で有名な人だからね、妄想で言ったのが、ああそうなんだということになっちゃったのか。とにかく非常に有名な人気のある気象予報士がね、これタイマーの仕掛けでねブリンと開くんだ。開いたらね、中からね、謎のね、貴重なね、情報が出てくるんだって言って、それがまたこう話題を生んでしまってると。で球体からコードが一本伸びているがって、これをですね、もう一回見ましょうと。私がね、皆さんに謎かけをして、日本人なら、これを見て何と思うか、何を連想するか。そうですよ。皆さん、声に出して言ってみましょう。ね。チャランチャンチャランチャランチャンチャランチャランチャンチャランチャン。ポンですよ。ね。お分かりでしょうか。サザエさんのご夫君である波平さんの頭を後ろから見た形状ですね。メキシコ人はそんなことは夢にも思わないかもしれませんが、日本人にとってはもう国民的有名漫画、有名カートゥーンね、サザエさんの主要登場人物波平さんのような形状のものが空から降ってきた。このコードがねついてるっていうのがね、だから日本にこれが降ってきて、有名な気象を予報士がなんかコメント出すとしたらね、波平さんとそっくりなものが降ってきたと必ず言ったであろうという、そういう私の妄想をお伝えしたわけでございました。さてね、もう一つね、まあ統一教会絡みでね、統一教会のことってね、日頃はね怖くてね言えないんですけど、今いろんな人が言ってるからね、この機に乗じてね、もういくらでも好きなことをやって言ってやろうというね、小市民的根性で言うわけですけど、茂木健一郎さん、ね、脳科学者、ね、脳について、今クォーリアとかそういうのを自分は、探求すべくやってるんだ。すごく私、茂木さん、すごく好きでね、まあ追っかけてるわけで、言ってることを追っかけてる。統一教会に対して、非常にこう、同情的っていうかね、な意見を言ってたんですけど、記者会見を、統一教会の側がしたわけでしょう。2回目の記者会見、10日にやったのかな、うん、その日行われた旧統一教会の記者会見、それが海外国際記者クラブか、海外記者クラブか、そこを会場に、そこの主催でやって、で記者の方がいろいろ質問する時間の設定があるはずなのに、自分が話す30分を超えて40分もね、話しても、話やめてください、質問させてくださいって言ってるのに、2回も3回もそれを遮って、喋り続けて、
まあ、質問を許さなかったっていう出来事があったわけですね。それに対して茂木さんが、まあ、ビビッドに反応して、このことについてね、この会見全部見ました、ですごく期待していたのだけど、実質的な質疑ができて、それに統一教会の方が答えると思ったのに全くできてなくって失望した田中会長がね、会見で主張した場面に触れて、司会者が3回止めたんですね。だから茂木さんとしてはリアルタイムで見てたんでしょう。で、私が疑問に思ってて、素朴にね、だからまあ日本のメディアっていうのは茂木さんかなり批判を持ってて、だけど海外のメディアっていうのはいいよっていうことを日頃から言ってるわけですよ。茂木さんが BBC に出演した時に前打ち合わせっていうのはほとんどないのに驚いたって言ってましたね。日本の NHK だったりしたら細かい段取りまで決めて、今打ち合わせした通りに喋ってくださいねとかって言われることが往々にしてあるんだけど、 BBC に出た時はちょっと軽くね、打ち合わせしただけでね。で、その本番が始まって、茂木さん、あなたが今着てるセーターはすごくクールでいいね。で、こう柄の話になって、ブランドの話になって、どんどこね、もう全然考えてもいなかった、まさに対談という名にしようを、そういう話を BBC は撮ってくれて、それを放送してくれた、それこそがメディアのあり方だろう。で、そういう考えで海外記者会見をやったんだったら、そういうふうに率直な疑問というのを聞いてくれるだろう。それに対する答弁も統一教会から聞けるだろうというのを茂木さんが期待してたんだけど、その時間そのものを、まあ、潰したっていうことですよね。自分たちの主張を言うだけで、そういうこう質問する機会、答える機会を潰したっていうところが、あの人たちの残念なところっていうコメントを茂木さんが言ってると。で、どういうことを素朴に聞いてくれるかなと茂木さんが思ってたかというと、まあ自分たちが日本の社会からどういうふうに見られているか、そのことについてはいかがでしょうか、これぜひ質問してほしかった。それからなんで、破産してしまう人が出るまでね、全財産を巻き上げることをしたんですか、これ茂木さん聞いてほしかったこと、茂木さんが聞いてほしかったこと。アメリカでも随分統一教会が政治の世界に工作してたわけですけど、その資金ってひょっとして日本が日本で巻き上げたお金を使ってたんじゃないですか、それを素朴に聞いてほしかった、海外記者クラブでね、そういう素朴な疑問を聞きたかった茂木さんとしては、あまりにも一方的な会見で僕は非常にがっかりしたね。茂木さんは肝心なことは、一番肝心なことは何も教えてくれなかったですね。一番がっかりしたのは自分たちが影響を与えてしまっていることについて振り返りというか自責の念がない、自責の念が全くない感じがして、それが一番がっかりした。だから茂木さんみたいな人もまあ敵に回しちゃったっていうかね、同情を失っちゃった、記者会見して、記者のね質問の口を塞いで言いたいことを一方的にバーって言ってしてやったりと思ったけど、結局日本の知性はそういう姿勢そのものに大いなる疑義をね、多少は同情を持ってる人がもっと疑義を差し挟まざるを得ないようなね、そういう状況を自分で作ってしまったんじゃねえのという、まあそういう出来事であったっていうことのご指摘を私もまあ知り馬に乗って言わせていただいたっていうことですね。さて15分になってきたわけですが、クリスチャン新聞タイムスリップ、それでねちょっと忘れないうちに明日の予告なんですが、明日ね5時の時間というのが非常に微妙でございまして、出先からひょっとしたら帰りつけてない、あるいはひょっとしたらまだ出先にいるというのような形になって、まあ、車の中から出先から帰ってくる途中に車の中から車中においてっていうことになるかもしれないし、他の携帯になるかもしれないし、まあどうしても時間繰りで5時ジャストに始まらない、5時5分でないとっていうようなことになるかもしれないっていうことで、
それをあらかじめですね、申し上げておきたいと思います。まあ、全体的に言えば、明日どうなるか、楽しみにしてくださいということですね。前向きな言い方をすれば。さてですね、今日の第2部、クリスチャン新聞タイムスリップ、1998年をやってるんですが、解雇と展望がね、やっぱりクリスチャン新聞なかなか充実してまして、解雇と展望を出発点にして、この年の大きなニュースは何だったのか、で、それ5月にあったことだったら5月の新聞を開いてっていう段取りを一応考えてるんですけど、まあこの解雇と展望を読むだけでも相当ね、もう時間の関係上、今週はなんかそういう形でね、この写真なんですね。これなかなか、私その当日、当で、やった当時は、そんなに意識になかったっていうかね、そんなに同情がなかったんですけども、これ武道館なんですよ。ね、大きな玉ねぎの下でっていうこの武道館に、この十字架な、十字架をバーンと折ったてですね、大相撲をやるあの武道館ですよ。ね。で、十字架をブーンとぶっ立てて、周りに人がバーッと集まってね。だからこれ、こう、観客席があって、そこから、ね、今日イエス様信じる人は、どうぞこのステージに降りてきてらっしゃってください、という風にやったんでしょう。いい写真だね。改めて見るとね。私これあんまり自分が大阪にいたから、東京の出来事なんで、あんまり印象に残ってないんですけど、客観的に見るとね。で、この記事の方ですよね。それに関する説明。私にとっては、まあ、好ましいと言いますか、ああ、いいじゃん。なかなかやったじゃん。っていうような感じですね。うん。9月下旬から10日間やったんだって、10日間。日本武道館を借り切ってやった。ね、我が国、国伝道史上初めて。10日武道館借りて、借り切って。まあ、そらそうだろうね。その後もそういうことはないでしょうよ。東京リバイバルミッションと称してやった通算5万3000人を動員した。ね、油の乗った日本人伝道者らによる聖書そのもののメッセージを中心に。ね、その聖書そのもののメッセージとは何かというね。だからその福音派とか、日本キリスト教団でも、その、なんていうかな、田舎の方に行って、まあ、教会っていうのはこんな話をするね。聖書からの伝道メッセージってこんなのだのね。っていうのが、まあ、あるわけですよ。でね、私が思い出すのは1967年に、東京の後楽園でビリー・グラハム大会ね、国際大会やって、で大平正義さんがまだ首相になるずっと前だけど、まあ、参加して割と有名なクリスチャンの政治家っていうことでこのビリー・グラハム大会に参加してのコメントね、いろんなこの著名人が他にも来てってコメントを取ってるんですが、大平さんにもコメントを取ってクリスチャン新聞載せてるわけで、そのコメントの内容っていうのは大平さんの評がその聖書の話をね、あんまりこねくり回さないで、聖書そのものの話を素直にすっと話してくれてよかった。ね。で、こういう話っていうのは、これからの日本に非常に大事な話だというふうに思った。というふうに、大平さんのコメントをクリスチャン新聞ね、1967年に出す。そこに出てくるその聖書の通り、聖書そのものの話、そういう伝道メッセージ、大平さんがビリー・グラハムの1967年東京に来た話に対して言った、そういう感覚ですよ。ね。油の乗った日本人伝道者らによる聖書そのもののメッセージを中心に。ただ具体的にはこれ総括、解雇と展望には書いてないけど、滝本明さんと、それから有賀喜一さんと、それから、顔は思い出したんだけど、名前は当てない。で、昨日か一昨日言及したんだけど、日本人じゃなくって、パウロ・チョウヨンギさんなんかも、まあ、講談に立ってる。まあ、そういうものが総じて、まあ、聖書そのもののメッセージ、というふうに、クリスチャン新聞は活字にぎゅっとまとめてる。ね。神の導きを確信して、手弁当で奉仕したプロのミュージシャンたちによる演奏。だから小坂忠さんなんかも入ってるってことでしょうね。当然のことながらね。うん。
いざ鎌倉よろしく駆けつけて、ね、手弁当で、やったわけだ。それから、元女子プロレス選手。元女子プロレス選手って誰なんだろう。それから、元ヤクザなど、多彩な人材による証。ちょっと、元女子プロって誰？元ヤクザって誰？ってちょっと見たいよね。それから、リバイバルをテーマにした、ヨーヨー、様々な分野のセミナーなど、変化と工夫に富んだプログラム。であった。かなり褒めてるね。褒め褒めですね。武道館の外でも街頭でトラックの荷台に立って演奏とともに大会案内をし、癒しの CD っていうのを配った。癒しの CD っていうのを配った。癒しの CD と称して大会招待状付き。大会紹介状付き賛美 CD を配った。だからミクタムとか小坂中の曲とかが入ったやつを配ったんでしょうね。それからクリスチャン作家三浦綾子さんの書いたトラクト、ね、伝道文書を都内23区全校、ね、23区内の全ての、家庭、所帯に配るということを目標にして、まあやった。まあ全部は配らなかったかもしれないけど、目標にしてやったっていうことだね。それに対して、まあ、そういう宣伝活動もアイデアに満ちていた。そういうクリスチャン新聞の評価ですね。リバイバルミッション系のやることっていうのは、ワリシャンクリスチャン新聞にとってはこう美味しいお話で。例えばね、93年か、甲子園球場を借り切ってやったときは、リバイバルトレインっていうのはあったわけですよ。トレインっていうのは列車ですよ、列車。ね。列車。その、通勤用の列車があるわけ。関西圏の新快速っていうのが走ってますけど、新快速に使う列車を一日借り切って、で、いつもは走らない路線はですね、関西線を通ってみたりですね、いつもは通らないところをぐるっと回って、奈良とか和歌山まで行ったのかな、線路が続いてる限り。で、そういうところに行って、そういう地のリバイバルを祈ったということですね。で、中で演奏、もう、有名なオーケストラの首席、チェロ奏者のベアンテ・ボーマンさんって結構、なんだっけ、ドラマに出たりね、あれね、なんちゅうドラマだったかな、寺内監督太郎かなんか、なんかそういう感じのドラマにゲスト出演したり、武田鉄矢の関連のドラマで出たことがあったのかな、そのチェレストの役でね。うん。結構、まあ、ちょっとした有名人、世間でもまあ受け入れられてる有名人、その人が、新快速電車の中で、大きな、チェロをポンと、追っ立てて、で、電車の座席に座って、ブルル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 ル。まあ、そういうクラシックは弾かなかったかもしれませんけど、賛美歌の曲ね、を弾いてですね。で、それをみんなで歌って、だから、電車に乗ってね、まあ、その新快速っていうのはボックス席なんですけど、ボックス席で座って、そういうふうに楽器を弾いて、ね、で、賛美歌歌って、それはもうクリスチャンにとってはこの上なく、その企画をしたのも JR の社員さんで、日頃は車掌さんをやってる人、鉄道福音同志会っていうお話は2回か3回いたしましたけどね、その鉄道福音同志会のメンバーである人が企画を立てて、まあ通ってやったと。それから、甲子園リバイバルミッションでは、リバイバル、なんだ、シップ？ちょっとね、名称忘れ、船を借り切って、正月にあったのかな？二日にあったのかな？とにかくその船の上で、沿岸のね、地域を見ながらね、神を賛美し、そういうことをやった、で、その同じ系統の東京ね、
武道館を借り切って東京リバイバルミッションっていうのもいろいろ趣向に富んだことをやりました。結構でございましたってクリスチャン新聞ね。あー、それで奉仕者や参加者は全国各地海外からも加わった。遠方から都内在住の友達や親戚が誘った。まあそういうことですね。東京に演者のいる人たちがみんな地方から出てきてね、今度武道館ねこんなあるからね参加しようよって誘って参加した。それは10日間もあったら1回ぐらいね、チャンスがあるでしょうよ。 S さんがアトラクション満点、リバイバル旅行、リバイバルシップ、あそうかリバイバルシップだよね、そうそう船のやつはね、そういう名前だった。あ、北海道から求道者を誘ってはるばる参加してね、いやその人は家その親友、そういう人もいたんですよ。うん、首都東京の武道館で開かれる集会にむしろ地方教会の熱気が目立った。だからこれはちゃんと作り事じゃなくってウォッチングしてなかったら書けない記事だよね。私が東京お茶の水にいないで大阪にいる間によく東京の諸君頑張って取材したねってこう褒めてあげたいところですけども、まあ地方教会の動静っていうものもきちんと把握してって、この東京リバイバルミッションっていうものを機に地方教会でいろいろこう活性化するということがあったんだ。ちょっとそうするとやっぱり見たいよね。ちょっとでもね、何日後あたりを見たいのかな。10月に入ってからでしょうね。何月何日号を見たら東京リバイバルミッションの報告の記事が見れるか。18日号にちょっと当ててみようか。今ね18日号をオープンしつつあるんですが、開けてみないとわからないという。あ、またこれねログインしてください。結構出るんだよね。なんかこれなんてめげずにやると、楽しかった、いろいろ参加したよってね、この甲子園ミッションの関連ですよね。この S さんは当時和歌山に住んどって和歌山の人も楽しめたね。和歌山地方協会の立場からも非常に楽しんで参加できましたよということを S さんが申し述べてるわけですな。それでですね、10月18日の記事どこ行ったの？はい、今開けたはずでねんか。本当に操作性が良くないんだよね、クリスチャン新聞のサイトってね。18日にはまだ出てねえんか。中面の方までずらずらずらっと開けていく。ああ、一流ジャズ奏者武道館で明石公演っていうのは出てるから、トップとかには持ってきてねえんだ、18日な。だからちょっとこれ軽視したのか。中の方で一流ジャズ奏者が武道館で明石公演した、ロン・ブラウンちゅうのが来たでよっていう話、これを写真入りで写真チート見せるんでな、こういう感じ。もっとねこう本番の記事こういうね、ロン・ブラウンっていうのは有名な人たちでな、その人たちも甲子園じゃねえや武道館に駆けつけたんだでっていう話ですね。ちょっと待ってよ、会場集会そのものに関する記事っていうのはじゃあその前の週っていうことですかね、必然的にね。ということは18の前ということは11日号だべ。今11日号開けるだべ。さて何が出るか。あ、これは甲子園武道館で終わったっちゅう記事なんで、終わったっちゅう記事で、こうですな、一面遠路はるばる実りあった東京ミッションに10日で5万3000人。あ、終わったっつう記事か。ということはもう一つ前だ。そうすると関西代理もある週だな。ちょうどいいじゃないですか。ということは10月4日をパカッと開けますと何が出てくるか、何が出てくるかってね、東京ミッションが出てこないと困るわけだ。
困るわけだ。このなんていうか流れとしてはね、出てこなかったらシャレになんない。ちょっと待ってよ。あー、武道館に9000人、なんかね、トップじゃないんだよね、扱いがね。その辺が何かを物語ってる感じがするんだよな。トップにバーンと、10年前だったらトップに確実に扱ってるのをトップに扱ってないっていうこと自体が何かを物語ってるっていう感じだよね。こう一面なんですけど、武道館に9000人、東京ミッション、25日祝日動員、こういう扱いですよ。うん、1番目はこれで、2番目にこういう形でつけてる。1、2、3、4段見出しではあるけどね。中で展開してんのかな、いろいろ。中で展開してんのかな。リバイバルエンジェルだって。これが女子プロか。元女子プロレスの世界。チャンピオン、佐藤美和さんだって。佐藤美和さん、知ってます？女子プロファンのこと、方は知ってるんですよね、きっとね。ちょっと待って、これね。紙面を大きくしよう。キリストを伝える喜び、信徒も牧師もということでね。あ、中の方で華やかに展開してますね。うん、聖歌隊で思いっきり賛美する。ね。会場の外で人々を誘うのも尊い奉仕であるっていう感じね。で、これを一面につけてこないで、中につけて、アーサー・ホーランドなんかやったんだね。それから平岡先生っていうの、これ若手で、当時すごい、気を張ってたわけですよね。だからその女子プロの話は出たで。女子プロのコスチューム、リバイバルエンジェル、リバイバルエンジェル、リバイバルエンジェル、ね、元女子プロレスラーで昨年進行持ち、星美和さん、プロレス団体 FMW ドリームエンジェルなどのリングネームで活躍し、92年には女子選手のタイトル WWA の世界チャンピオンとなった。 WWA っていうのがね、藤里美惜しかった、近かった、里美和感懐かしいとか、ちょっと待って、私間違ってる、あ、里美和、美和だよ。いいね、リアルタイムで間違いを正してくれる。そうですね、活字チャンピオン里美和ね、星じゃなくて、これ星なんとかってね、あの夏川りみの昔の名前なんだよね。松川りみがパカーンと大ヒットを飛ばす前に星っていうね名前で演歌歌手で出たんだけど、売れなかったんだよね。で、夏川りみってあれ本名なのかなになって、で、灘草草を先輩が歌ってるのを歌わせてくださいってもうお願いしてですね、お許しが出て、それで大ヒットになった。だから佐藤と星をだから間違い、なんでだからになるのかって、これは私の頭の中の仕組みですね。で、もう半をね回っちゃってね、ティンクルティンクルリトルスターって言ってるからね、もうさようならの時間なんですね。で、お聞きになってるあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますよ、お祈り申し上げつつ、今日の生放送これにて失礼させていただきます。コメントがですね、リバイバルエンジェル星じゃなくって佐藤ですよって。いやいや、教会からマイクロバスをチャーターして行った、あ、甲子園の時行った、いいですね、こういうビビッドな反応はね、よろしゅうございますね。はい、失礼しましたとかですね、いろいろと、あ、そういうね、病院から帰りのバスの中でも聞いていただいてですね、これでも明日はちょっと事情としてどうなるかね、よくわかりません。楽しみにしてください。ほんじゃ。